あなたは野菜を食べていればヘルシーだと思い込んでいないだろうか。世の中にはいい人と悪い人がいるように、野菜にも実は良い野菜と危ない野菜が存在する。あなたが本気で健康になりたいと思うのであれば、本物の良い野菜を食べることが全てなのだ。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見です。今回は南清隆さんが書かれた実は危ない野菜を解説していきたいと思います。さて今回のテーマは、健康的な食事の最も重要な部分を占めていると言っても過言ではない野菜についてです。野菜と一言で言っても、世の中には質の悪い野菜と質の良い野菜がある。世の中には偽物の野菜と本物の野菜がある。そして残念なことに、多くの人が今食べている野菜は偽物であり、そういった野菜を食べ続けることは危険だということが本書では分かりやすく解説されております。おそらく皆さんが今食べている野菜も偽物の野菜ですから、今回の内容をしっかりと聞いていただけると嬉しく思います。今回の動画の知識は一生使える非常に役立つものだと思いますから、この動画を見ることでこの本いいなと思っていただけましたら、概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取って読んでいただけると嬉しいです。それでは早速楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で 90% 以上の野菜は農薬まみれの栄養価の低い偽物であるということについて、2限で真っ当な本物の野菜を手に入れる方法について解説していきたいと思います。それでは早速1限の 90% 以上の野菜は農薬まみれの栄養価の低い偽物であるというお話からスタートしていきましょう。さて私たちがね、健康的に生きていくために必要としている栄養素というのは非常にたくさんあります。だからこそこれさえ食べればあとは何もいらないなどという魔法の食品はこの世にはないわけです。それが人間のような雑食動物の宿命であり、よく言われているいろいろなものをバランスよく食べなさいというアドバイスは正しいんです。私たちは様々なものを食べ合わせて初めて必要とする栄養素を網羅的に摂取することができ、理想的な食生活を送れるんです。だからこのチャンネルではよく体に良い食べ物をご紹介しておりますが、いくらその食べ物がめちゃくちゃ体にいいからといっても、その食べ物ばかりを集中的に食べるのはよろしくありません。例えばダークチョコレートがいいと解説したことがありますが、ダークチョコレートを1日に何枚も何枚も食べるのはよろしくありません。いくら体に良いものであっても過剰に食べ過ぎてしまうと逆効果になる恐れもありますので、体に良いものを適量ずついろんなものを食べるという姿勢が重要なんです。そして中でも私たちの食生活の中心を占めている非常に重要な食べ物があります。それはズバリ野菜であります。様々な野菜を摂取することによって、私たちは信じられないぐらい豊富な栄養素を体に送り込むことができます。野菜なくして健康なしとも言えるほど、野菜は私たちの食生活の中で最も重要な位置を占めている食べ物の一つと言えるでしょう。しかし今やその大切な野菜に危機が訪れていると著者は言うんです。経済発展により、私たちはもはや飢餓の恐怖から解放され、食べられなくなるという心配をしなくても済むような時代に生きています。そのような状況が実現できたことは人類にとって非常にありがたいことなんですが、実はその経済発展が食の世界を思いもしなかった方向に引っ張っているというのもまた知っておかなければならない事実なんです。それは表面上は豊かでも中身は全く空っぽの薄っぺらな貧しい食事内容でした。そしてそのことが最も端的に現れているのが野菜なんです。
大量に栽培されるようになった野菜は以前よりも作るのに手間がかからなくなったことは確かですが、その栄養価は無残なまでに低下しているんです。野菜は今や工業製品のような作られ方をしており、真っ当な野菜が世の中からどんどん消えているんです。このチャンネルを見てくださっているような健康リテラシーの高い皆様は、今日もしっかりと野菜を食べることができた、私は今日も健康的な食生活を送ることができたと満足しているかもしれません。しかし、その野菜は本当に真っ当な野菜でしょうか。いくら野菜を食べていても栄養価が著しく低下してしまった偽の野菜、空っぽの野菜を食べているようでは健康的にはなれないかもしれないんです。さて、先ほどから何度か登場している真っ当な野菜という言葉、皆さんは真っ当な野菜と聞いてどんな野菜を想像するでしょうか。例えば高級スーパーに売っているようなツヤが良くて粒が揃ったブランド野菜でしょうか。それともパッケージに有機と印刷されたオーガニック野菜でしょうか。あるいは近所の八百屋さんで売っている取れたての鮮度が良くていかにも美味しそうな野菜でしょうか。人によってさまざまな野菜をイメージすると思いますが、残念ながらそれらはほとんどがまがいもの、偽物と言わざるを得ません。それもそのはずで、今日本の国内に流通している野菜の大部分、おそらく 90% 以上は姿こそ野菜のような形をしているが、中身は残念ながら偽物と言わざるを得ないと著者は言うんです。このように言うと、いやいやそんなわけないでしょと反論したい気持ちもわかりますが、現実がそうなのだから仕方がありません。では真っ当な本物の野菜とは一体どんなものでしょうか。それはつまり在来種の野菜のことです。在来種は別名固定種とも呼ばれます。在来種、固定種とは簡単に言えば昔からその土地に根ざした野菜の種のことです。長い年月にわたってその土地の風土や気候に適応し、その土地に根付いてきたものですから、肥料や農薬に頼りすぎずに栽培できるというのが特徴です。野菜に限らず生き物は何でもそうなんですが、ある環境の下で何代も生き続けているうちに、その環境に適した性質を少しずつ身につけていきます。このようにある土地の風土に適応した品種を在来種または固定種と呼ぶんです。1950年代ぐらいまでは野菜といえば当然在来種のことを指していました。全国どこでも地域の農家は親の代から植え継いできた野菜をそのまま栽培するのが当たり前だったので、それぞれのエリアで自然に特有の品種が形成され受け継がれていたんです。ところが現在、在来種の野菜はほとんど作られていないのが現実で、通常のスーパーマーケットや八百屋を独占している野菜のほとんどが F1 種と呼ばれる野菜なんです。 F1 種とはある品種と別の品種を交配させて人工的に作られた1代目という意味です。英語で言えばハイブリッドです。つまり簡潔に言うと、在来種、固定種の野菜こそが真っ当な野菜、本物の野菜であり、 F1 種の野菜はまがいもの、偽物の野菜であるということです。だから結論としては、あなたが本当に健康になりたいのなら在来種、固定種の野菜を食べましょうということになります。では在来種と F1 種では何が違うのでしょうか。多くの違いがありますが、食べた時に一番わかりやすいのは味です。在来種は味が濃く、野菜そのままの旨味が凝縮されており、サラダのような素材の風味が生きる料理にすれば誰もが違いを実感できます。簡単に言うと、人工的に作られた F1 種よりも圧倒的に美味しいんです。ですが在来種は人の手を加えないため、サイズや形が不揃いに育ってしまいます。サイズや形が不揃いだったら売りにくいということは皆さんもわかるでしょう。そんなわけで、どうにか効率的に売り物に出せる野菜が作れないかということで F1 種が開発されたんです。F1 種の野菜は生育が早く、収穫量は多く、規格が揃いやすく、しかも病気に強いという特徴があり、
大量生産、大量消費にうってつけの野菜なんです。つまり商品として非常に扱いやすいということ、商品として扱いやすい性質になるように品種改良された野菜こそが F1 種なんです。私たちが食べているほとんどの野菜はこの F1 種なんです。皆さん、コンビニやスーパーあるいは外食店でサラダなどを注文したことがあるでしょう。その時の味を鮮明に今思い出してください。おそらく野菜の味がほとんどしなかったのではないでしょうか。味がしたのはドレッシングの味だけ。野菜本来の味があまり感じられなかったのではないでしょうか。野菜の味なんてほとんどしなくてドレッシングの味でごまかされている。皆さんが食べているサラダはほとんどがそういうサラダなんです。あるいは逆にこだわりのお店で外食したことがある人なら、その時のことを思い出してください。あの店のサラダめちゃくちゃ美味しかったなという経験ありますよね。そのサラダはおそらく在来種や固定種が使われており、野菜本来の味、素材の味を感じることができたからこそあんなに美味しかったんです。さて、このように言うと、いやいや別に俺はそもそも野菜なんてそんな好きじゃないから味は正直どうでもいいよと、別に野菜本来の味がしなくたって栄養さえ取れれば別に俺は在来種でも F1 種でもどっちでもいいよと考える人がいるかと思います。しかしね、在来種と F1 種が異なるのは味だけではありません。最も重要な栄養価が大きく異なるんです。私のチャンネルでは何度も野菜は本当に最強の食べ物であり、野菜を食べることによって死亡率が大きく低下するなどといったデータを紹介しながら野菜の重要性をこれまで何度も強調したことがあります。ですが当然1日に食べられる野菜の量には限りがあるでしょう。また私は野菜がめちゃくちゃ好きですという人は比較的少数派だと思いますので、多くの人は健康のために渋々野菜を食べているといった状況かもしれません。食べられる量にも限りがあるし、渋々食べているのならばなおさらその野菜の質には徹底的にこだわっていただきたいと思うんです。野菜の質といえば、無農薬の野菜を食べましょうとかオーガニックの野菜を食べようと思う人いるでしょう。もちろんその指標も重要なんですが、今回紹介しているように在来種の野菜をチョイスするというのも非常に重要な指標なんです。在来種の野菜は持っている栄養素の幅が広くて多様な成分を含んでいると言われています。厳しい環境の中で生き残っていくために自分を守るための成分を豊富に備えているわけです。例えば注目するべきは抗酸化成分です。植物は光合成をするため大量の光を浴びます。でも日当たりが良ければ同時に大量の紫外線も浴びることになりますよね。大量の紫外線によって植物の中で大量の活性酸素が生じます。動物ならばここちょっと紫外線強いなと暑いなとか言って歩いて日差しを避けることができますが、植物は場所を移動することができませんから、そのような大量の活性酸素を自分で何とかしなければいけないんです。そこで様々な抗酸化成分を使って体の中に蓄えているというわけなんです。他にも土壌から吸収した微量ミネラルや人体が合成できないビタミン類など必要な成分をたくさん含んでいるのが在来種の野菜なんです。土壌の栄養を吸収する力もビタミン類を合成する力も在来種の方が強いんです。さてここまで在来種の方が F1 種に比べて味も美味しいし栄養価も高いんだよということを解説してきました。そして F1 種が流通している野菜のほとんどを占めているのは業界の都合であり売る側の都合であるということも見てきました。これを聞いて業界の都合で自分たちが美味しい野菜、栄養価の高い野菜を食べられなくなってしまったと怒りや不満を感じる人もいるでしょう。しかしこれは私たち消費者側にも責任があることなんです。なぜならば私たちが野菜を買うとき安いものを選び形の良いものを選ぼうとするからです。在来種と F1 種では値段が大きく異なり F1 種の方がずっと安く作れます。
一方で在来種は F1 種に比べて値段が高く、さらに野菜には土がついていたり、大きさがバラバラで形も曲がったりいびつだったりします。こうなると形が揃ってパック詰めされた安い方に手が伸びる人が多いのではないでしょうか。つまり流通している野菜のほとんどが F1 種になってしまったのは、私たち消費者が安くて形の良いものを選ぼうとすることも大きな原因の一つなんです。私たちの食に対する意識が変わり、 F1 種ではなく多少高くても不格好でも在来種の野菜を選ぼうとする人が増えれば、在来種を作る農家さんも増えていくことでしょう。そして栄養価の問題だけでなく、 F1 種には安全面の問題も指摘されております。 F1 種の野菜は化学肥料や農薬を使って育てることが前提になっているんです。本当は野菜は肥料をやりすぎるとかえって害になるということが分かっています。一般に植物というのは肥料を与えすぎるとうまく育たないんです。ですが F1 種の野菜は耐肥性という性質を持っています。耐肥性とは肥料に耐える、つまり肥料をやっても生きていけるという意味です。野菜の収穫効率を上げたいと思うのなら、どんどん肥料を与えてできるだけ早く育ち、一気に収穫するのが望ましいですよね。そのため大量の肥料に耐えることができる品種が開発されたというわけです。そして大量に与えられた肥料によって F1 種の野菜はぐんぐん早く大きくなる。このように言うとそりゃ結構なことじゃないかという人いるかもしれませんが、これは人間で言うとめちゃくちゃいっぱい無理やりご飯を食べさせてブクブク太らせているようなものなんです。つまりF1 種の野菜は肥料を大量に与えられたメタボの野菜なんです。このように化学肥料をふんだんに与えられて素早く育てられた F1 種野菜には硝酸態窒素というものが在来種のものに比べて多く含まれていることが分かっています。そしてこの硝酸態窒素は人体の中で有害な成分に変換され、貧血を引き起こす可能性があると言われています。さらに体の中でタンパク質と反応するとニトロソアミンという強力な発がん作用を持つ成分に変わってしまうんです。さてどうでしょうか。このように聞くと化学肥料を無理やり大量に与えられてブクブク太った F1 種野菜を食べる気がするでしょうか。さらに F1 種の野菜には化学肥料の問題だけでなく残留農薬の問題もあります。 F1 種の野菜は肥料をたくさん与えることを前提に作られていますが、畑に肥料を大量に入れることで当然雑草もぐんぐん成長します。雑草さんだって肥料を使ってぐんぐん成長しちゃうわけです。そして雑草が生い茂ればそれを食べる昆虫なども寄ってくる。そこで除草剤や殺虫剤の出番です。こういった薬剤を使うことで初めて F1 種は順調に育つんです。初めからそのように設計されているんです。つまり F1 種の野菜は化学肥料農薬と常にセットなんです。だから硝酸態窒素が溜まっているし残留農薬のリスクもある。生産効率を一番に優先させて作られた野菜ですから必然的にそうなってしまうんです。さてどうでしょうか。こういった現状を踏まえて著者は今日本の食卓は危機の最中にあると言います。年長の人は昔の野菜はうまかったと当然のように言います。それは昔は在来種の野菜が当たり前だったからです。ところがわずか半世紀余りの間に在来種は隅に追いやられてしまい、 F1 種が一気に席巻してしまいました。国内の種や苗を売っているメーカーの中には在来種の種を残そうと必死に頑張っている人もいます。しかしそういうメーカーだって在来種の野菜が売れなくなっていけばどこまで頑張れるか分かりません。あと10年もすれば完全に消えてしまう可能性もあります。頑張って在来種を作っている農家の方であっても買って食べてくれる人がいなければ作り続けることはできません。つまり在来種が生き残れるかどうかは私たち消費者の意思にかかっています。見た目は不格好で少し高いが生命力が強くてとびきり美味しいこの野菜を買ってくれる人がいるかどうか、それ次第なんです。たとえスーパーなどで
在来種の野菜が手に入らなくても、今ではネット通販などを活用することによって、在来種や固定種の野菜を簡単に手に入れることができます。在来種、スペース野菜、スペース通販などと検索していただければ、頑張って在来種を作っている農家の方々が見つかるでしょう。そういった方々を応援することが、日本の食卓を守ることにつながると思うんです。肉や卵ならば、質の良いもののために、多少高いお金を払おうと思う人が結構いらっしゃるのではないでしょうか。でもなぜか野菜に関してはね、皆さんあまりお金を使っていないのではないでしょうか。いろいろある食材の中で野菜はなぜかなんとなく格下のものとみなされる傾向があります。もちろん皆さん一人一人が自分のお財布と相談して決めることではありますが、野菜に多少のお金を投資することは健康上のメリットを得る上で非常にコスパの良い投資であると私は個人的には思います。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、在来種固定種の野菜が真っ当な野菜で本物の野菜であり、 F1 種の野菜はまがいもの偽物の野菜である。日本の国内に流通している野菜の大部分、おそらく 90% 以上は姿こそ野菜のような形をしているが、中身は残念ながら偽物と言わざるを得ない。ポイント2、 F1 種の野菜は生育が早く収穫量は多く規格が揃いやすく、しかも病気に強いという特徴がある。これは大量生産大量消費にうってつけであり、商品として非常に扱いやすく品種改良されている。ポイント3、在来種と F1 種の野菜の違いはまず味である。さらに最も重要な栄養価が大きく異なる。また F1 種の野菜には安全面の問題があり、F1 種の野菜は農薬と化学肥料が使われることが前提になっているため、硝酸態窒素や残留農薬の問題がある。それでは次2限で、真っ当な本物の野菜を手に入れる方法について解説していきたいと思います。さて、偽物の野菜は F1 種の野菜、本物の真っ当な野菜は在来種の野菜であるということをお伝えしてきました。これを聞いてくださっている健康リテラシーの高い皆様ならば、本物の在来種の野菜を食べたいなと思ってくださる方が結構いらっしゃるのではないでしょうか。ではどうすれば在来種の野菜を手に入れることができるのか。在来種の野菜は普通のスーパーや八百屋さんではまず入手することができません。一般に売られている安い野菜はほぼ間違いなく化学肥料と農薬を使って大量生産された F1 種の野菜なんです。ではどうすれば私たちは在来種を手に入れることができるのか。一番わかりやすいのは、知り合いの在来種を作っている農家さんなどに野菜を直接分けていただくという方法でしょう。あるいはご自身で趣味として土いじりなどをしている人は、自分自身で在来種の野菜を育てるというのも非常に良い選択肢だと思います。自分で育てるにせよ、誰かからいただくにせよ、とにかく信頼できる農家さんを見つけるということが非常に重要なポイントです。しかし多くの人は身近にこういった信頼できる農家さんがいないというのが現実だと思います。そこで活用できるのが野菜の宅配サービスであります。例えば著者の南さんは完全無農薬の安心安全で美味しい野菜を定期宅配するというサービスをなさっています。このように今では在来種の野菜や無農薬のこだわりの野菜を宅配してくれるというサービスをたくさん見つけることができます。徹底的にこだわって野菜を作っている農家さんはどんどん減ってきているという現状を踏まえるのならば、やはりネットを使って信頼できる農家さんから直接野菜を宅配してもらうというのが一番確実な方法ではないでしょうか。確かにこういった宅配サービスや在来種の野菜を手に入れようと思ったら、普通の野菜よりも高い金額を払う必要があります。実際に宅配サービスを調べてみて、ちょっと高いなと思ってしまう人もいるかもしれません。しかし一般に売られている野菜が安すぎるだけであり、本来本物の野菜というのはこれぐらいの値段がするものなんです。
一般的に売られているようなあんな値段で売られて採算が合う野菜を作ろうと思ったら、化学肥料と農薬を使って F1 種を大量生産する以外に道はないからです。なぜそこまで安く大量に作るのかというと、それは私たち買う側の消費者が安いほどいいという発想で食べ物を選んでしまっているからです。みんなどんどん安い食べ物を食べるようになり、消費者がこぞって安いものを選ぶから、食品を提供する側もとにかく安いものを出す必要があるんです。食べ物の品質は問わず、とにかく安ければいいという発想を持ち、食費は安いほどいいという考え方が今の日本を覆い尽くしているんです。もちろんね、安くて品質が良いのならば言うことはありません。しかしこれまで見てきたように、安いものにはやはり安いだけの理由があるんです。高いものが必ずしも体に良いとは限りませんが、安いものにはやはり安いだけの理由があるんです。食費は安ければいいという考え方で、みんなが幸せになれるのならば誰も文句は言いません。しかし国全体の出費の内訳を見てみると、飲食費の消費総額が年々減ってきたのとちょうど裏返しに、医療費の項目が増えています。そして医療費を押し上げている最大の要因は生活習慣病の増加であり、生活習慣病を招く最大の要因は食事なんです。つまり食事をけじって品質の悪いものばかり食べていると、生活習慣病を招き、結局医療費でお金がかかってしまうということ。安物買いの銭失いという言葉がありますが、安物の食べ物ばかりを食べ続けたことが結果として医療費の増加、つまり病人を増やすことにつながっているとすれば、節約どころかかえって高いツケを払わされていることになります。劣悪な食事は多くの病気を招いてしまうというのは、すでに膨大な研究によって明らかになっております。食べ物は生きる源であり、生き物が生きていく一番の基盤となるものです。ですから個人的にも食費だけはケチるべきではないと思います。他を節約してでも食べ物だけは安いものばかりに走るべきではないと思うんです。本物の野菜を食べるためならば、多少普通の質の悪い野菜よりも高いお金を払う価値は十分にあるかと思うんです。それで健康になれ、結局医療費を節約できますし、何よりあなたにとって一番大切な体を守ることができるからです。さてここまで。在来種は宅配サービスなどで手に入れることができますよと、そして食事だけはできることならばお金をかけましょうということをお伝えしてきました。しかしお財布事情というのは人それぞれであり、今経済的に苦しいという人もいるでしょう。また信頼できる農家さんを見つけるのには時間がかかるという人もいるでしょう。そんな人はせめて普段の買い物をするスーパーの売り場や八百屋さんでも、なるべく質の良い真っ当な野菜を見分ける方法を身につけておいてほしいんです。一見同じように見えるキャベツや大根でも、よく見ると少しずつ違いがあります。 F1 種の野菜といっても生き物ですから、元気に育ったものとあまり元気が良くないものがありますし、もちろん鮮度の差もあります。ですから F1 種の野菜を食べるにしても、なるべく新鮮で元気なものを見分けて買うようにしていただきたいんです。その見分け方のポイントは次の5つです。なるべく良い野菜を見分けるポイント。1、手に取ってずっしりとした重みを感じる。かぼちゃ、トマト、キャベツなどが分かりやすいです。スーパーに並んでいるものの中でいくつか手に取って比べてみれば、重さの違いが分かると思います。そしてポイントの2つ目は、実や巻きが固く締まっているということ。これはキャベツ、白菜などが分かりやすいです。断面をよく見ると分かるので、ぜひ一度見てみてください。そしてポイントの3つ目は、表面にひび割れがないことです。これはトマト、ナスなどを見分ける時のポイントです。ひび割れがあるものは水分が多すぎて水ぶくれになっているので、選ばないようにしましょう。そしてポイントの4つ目は、葉先が変色していないということ。いい野菜というのは時間が経ってもそう簡単に生命力を失うことはありません。成分が抜けていくとしなびることはありますが、葉に含まれる抗酸化成分量が多いため生命力を持っています。葉先が変色している
ているのは質が良くない証拠ですから選ばないようにしましょう。そしてポイントの5つ目は色が鮮やかであるということ。これはトマト、人参などで分かりやすい指標になります。抗酸化成分の多くは色素です。多種類の色素を含んでいれば深みのある鮮やかな色になりますから、できるだけ鮮やかなものをチョイスするようにしましょう。さていかがでしょうか。この5つのポイントを意識していただければ、できるだけ質の良い野菜を選ぶことができます。最初のうちはなかなか分かりにくいかもしれませんが、買うときになるべく注意して見るようにしてください。いろいろな季節にいろんなお店の野菜を見ていればだんだん違いが分かってきます。ぜひどんどん試して慣れていくようにしましょう。さてさて、ここまで聞いて絶対に次のような疑問を抱えている人がいると思うので、最後に少しだけ触れておきましょう。それは野菜の代わりに野菜ジュースはどうですかという疑問です。多くの人は野菜を食べることの重要性は頭では分かっています。しかし野菜を食べるのは手間がかかったり、そもそも野菜が好きではないという人が奥の手としてよく頼るのが野菜ジュースではないでしょうか。世の中にはこれを飲めば1日分の野菜を摂取できますなどと謳われた野菜ジュースが売られていますから、野菜ジュースを飲むことによって野菜不足を解消しようとしている人も結構いらっしゃるかもしれません。実際こういった野菜ジュースはどうなのでしょうか。まず気になるのが濃縮還元というフレーズです。一般的に売られている市販の野菜ジュースのパッケージにはほとんど濃縮還元というフレーズが書かれています。この濃縮還元が何を意味しているのかを知ることが非常に重要です。野菜ジュースの原材料は中国をはじめとする約15カ国ぐらいからの輸入野菜が使われることがほとんどで、国内産の野菜が使われることは稀です。そして輸入の際の輸送コストを下げるためと製品化の利便性のために、原材料の野菜を加熱濃縮してペースト状にしたものを国内の工場で水で薄めてから缶やペットボトルに詰めるというのが野菜ジュースの作られ方であります。わかりますよね。海外から野菜を輸入してくるんだから、野菜そのままの形で輸入していたらでかくて運ぶの大変ですよね。運搬コストがかかりますよね。だから一旦加熱してペースト状にして濃縮して小さくして運ぶわけです。よくドリンクバーなどで野菜ジュースのボタンを押すと濃縮された野菜ジュースと水の2つが別々の出口から出てきますよね。あれがまさに濃縮還元されたものです。そしてこの濃縮する段階で加熱するというのが大きな問題なんです。加熱の段階で野菜が持っているビタミンやファイトケミカルは壊れてしまうか、ほとんどが失われてしまいます。しかも食物繊維は加熱する前の工程で取り除かれております。もし野菜ジュースを飲む目的がそれらの栄養素を摂取するためならば、野菜ジュースを飲んでも目的は果たせないということになります。さらに野菜ジュースには香料をはじめとする食品添加物が大量に使われているというのも非常に問題です。砂糖が添加されている野菜ジュースもかなりあります。こうなると必要な栄養素が取れないにもかかわらず、害のある化学物質を体に取り込むためだけに野菜ジュースを飲んでいるということになってしまいます。つまり残念ながら結論としては、本当に野菜不足を補うために栄養素を補給したいのなら市販のものではダメだということになります。自分で野菜ジュースを作って飲むしかないということになります。最近は便利な調理器具ができておりますから、いくらあなたが忙しくても家庭にミキサーやフードプロセッサー、ハンドミキサーなどがあれば手軽に野菜ジュースや野菜のピューレ、スムージーを作ることは可能です。あなたが厳選した野菜を使って家庭でジュースやスムージーを作れば、安全性も市販のものに比べ格段に高いと言えます。さてこのように言うと面倒くさいなと感じる人もいるかもしれませんが、慣れてしまえば野菜ジュースを自分で作って飲むという習慣は簡単に習慣化できるものですから、ぜひやってみると良いでしょう。そして野菜不足を補うためにコンビニでパ
パック入りの野菜サラダを購入したり、ファミレスのサラダバーで野菜を補給するというのもぜひやめていただきたいと思います。コンビニ弁当だけだと体に悪い気がして、コンビニでサラダも一緒に買うようにしていますという人もいるかもしれません。しかしこういったカット野菜にはほとんど栄養素は残っておらず、それどころか逆に体の害になる可能性さえあります。それは野菜を殺菌洗浄する段階で次亜塩素酸ナトリウムという危険性が疑われている物質の溶液が使われているからです。ですからカットされた簡単に食べられる野菜とかファミレスのサラダバーには注意していただければと思います。それでは二言の内容をこの辺でまとめておきましょうか。ポイント1、真っ当な本物の野菜を手に入れる方法は次の3つ。1、信頼できる農家の知り合いから手に入れる。2、自分で作る。3、信頼できる農家の宅配サービスを利用する。宅配サービスなどを使うと高いと感じるかもしれないが、安い食べ物に対する意識を変えよう。安物の食べ物ばかりを食べ続けた結果、病気になれば医療費がかかるので、節約どころかかえって将来高いツケを払わされることになる。何より最も大切な健康を失ってしまう。ポイント2、なるべく良い野菜を見分けるポイントは次の5つ。ポイント1、手に取ってずっしりとした重みを感じる。ポイント2、身や巻きが固く締まっている。ポイント3、表面にひび割れがない。ポイント4、刃先が変色していない。ポイント5、色が鮮やか。ポイント3、市販の野菜ジュースでは野菜不足を補えない。野菜ジュースを飲むなら自分で作ったものを飲むようにしよう。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。